さあ続いて日本の小菅真理です。ゆか、去年の全日本のチャンピオン、13歳と1ヶ月で輝きました。この小菅のゆか、日本期待の選手です。まあ、一部ではバルセロナの切り札とも言われております、この小菅。さあここはどうでしょうか。決まりましたね。これは非常に難しい技ですね。はい、非常にキレのいい技を見せました小菅。138センチ、34キロ、14歳、2回ひねりから前宙ですね。これは前宙いきますと 0.1 の加点がつきますね。塚原さん、昨日個人総合ではこれ 9.825 を出してるんですね。はい、最後も月面ということになりますか。はい、それが決まれば楽しみですね。はい、さあここまでなかなかいい内容です。個人総合で昨日堂々たる3位に入っています、この小菅。これも高い。塚原さん、ここまでいいですね。はい、さあここは決まりましたね。うん、サルト決まりました。なかなか素晴らしい出来でした小菅真理。3歳から体操を始めまして、小学校2年の時に現在の朝日生命体操クラブに入っております。さあこの小菅の今スローをご覧いただいておりますが、得点が出次第またお伝えします。